皆さんは不安が渦巻く中、安心感を持って毎日の生活を過ごしておられるでしょうか。私たちの周りには不安になる出来事が次々と起こってきております。その不安になる出来事の中で、忙しく過ごしすぎるときに心が鈍くなって不安になることが起こってまいります。2000年前イエス様の弟子たちも心が鈍くなって不安になることがありました。イエス様の弟子たちはイエス様の不思議な技を直に見た人たちでありましたが、忙しく過ごす中で不安になり心が鈍くなってしまいました。でもそのような不安の中にいた弟子たちにイエス様が安心を与えてくださる。私はあなたと共にいるよと言ってくださる。このことを思いますときに、今もイエス様は私たちに、私はあなたと共にいるよ、あなたの人生の船に一緒にいるのだから大丈夫だと声をかけてくださり、安心を与えてくださいます。そこで今日はマルコによる福音書の6章の45節から56節の中から、逆風の中での安心感について学びたいと思います。第一、私たちの歩みには逆風によって不安が襲ってまいります。私たちの歩みには逆風によって不安が襲ってまいります。肉体的な疲れ、いろんな原因によって不安になります。今日の聖書箇所の前にはイエス様が5000人の人に5つのパンと2匹の魚で満腹された。人々が驚くほどの大きな技をなされたところであります。その後すぐ弟子たちは船に乗りました。すると逆風によって船が大変な状況になった。その時イエス様が近づいてきてくださった。イエス様は私はあなたと共にいるということを示すために来られたのでありますが、彼らはどうしたのでしょうか。48節、ところが逆風のため弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明けるころ、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、大声で叫んだ。イエス様は苦しんでいる弟子たちのところに近づいてこられた。通り過ぎようとされた。これは通り過ぎるっていうのは独特の表現でありまして、これは見捨てるっていう意味ではなくて、通り過ぎるっていう言葉の意味の中には、私はここにいるんだという神様の権限が示されるところの言葉、私はあなたの近くにいるよ、漕ぎ悩んでいるあなたのそばにいるよということを示すためにイエス様が来られた。しかし彼らはイエス様を幽霊だと思ってしまった。なぜかと見ますと、52節を見ますと、パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。イエス様を神の子として見ていない。イエス様が近づいてきておられる、ここにおられるということを感じることができないほど鈍くなっていた。私たちにもそのような誘惑がやってまいります。イエス様に救われて、ああよかった、いろんな不思議な経験をさせてよかった、そう思っていたにもかかわらず、忙しく過ごす中で、また不安になる出来事だけを見てしまったがゆえに、心が鈍くなって、イエス様が近くにおられる、ああ感謝だという気持ちではなくて、なんだこれはと思ってしまって、幽霊だと思ってしまうようなことを弟子たちはしてしまった。同じことを私たちもしてしまう誘惑がある。忙しく
過ごす中で不安になる出来事だけを見てしまうときに、このようなことが起こるのだとイエス様は言われた。しかし大丈夫です。第2番目に、イエスは逆風を鎮めて安心させてくださる。イエスは逆風を鎮めて安心させてくださる。イエス様だから何をやってるんだと叱ることもできたでしょう。彼らが幽霊だと叫んでいる姿を見たらがっかりしても当たり前のことでありましたけども、逆風の中で漕ぎ悩んでいる、そしてまた自分を幽霊だと言った弟子たちに対してイエス様は優しく接してくださった。今日の聖書のところを見ますと、50節、皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。安心しなさい、恐れることはないと言ってくださる。私だ、でこれは私はある、私は最初からここにいるのだ、私はあなたの人生という船にいるのだ、乗っているのだ、大丈夫だ、何があっても恐れることはないと言われる。そしてイエス様が船に乗り込まれるとどうなったのでしょうか。51節、イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。実は私たちが不安になったり心が鈍くなってどうしようもならなくなっているときに、イエス様がもう近づいてきてくださっている。そして恐れることはない、私だよ、私は最初からいるもの、私はあなたを救い最後まで導くものだと宣言をして、私たちをその不安から解放してくださる。不安になるような出来事、これからもたくさん起こります。でも大丈夫です。私たちがイエス様を信じたその瞬間から、私たちの人生の船に、その中心にイエス様がおられる。イエス様が乗っていてくださるから、何が起こってもその船は決して沈むことはない。最後の最後まで神様のもとに行くまで、私たちは喜んでその船を漕ぎ続けて生きることができる。イエス様は逆風の中で平安を与えてくださいます。とするなら、私たちができることは何か。第3番目で、逆風を鎮めてくださるイエスに従う。逆風を鎮めて安心を与えてくださるイエスに従う。そのために必要なことは、イエス様のところに行く。そしてイエス様が祈られたように、私たち一人一人も時間をかけて、時間を性別して祈る。イエス様は何をされたのか。46節、あの5つのパンと2匹の魚の奇跡の後、イエス様がされた行動が記されております。46節、群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。本当に忙しい生活の中で、イエス様は祈るために山へ行かれた。私たちも時間を割いて神様に祈る。忙しければ忙しいほど祈る。不安になるような出来事が起こってくれば来るほど、時間をかけてイエス様に祈る。イエス様も天の父なる神に祈られました。そしてそのイエス様に救われた者が平安の中で生きる秘訣は、時間をかけてイエス様に祈るということです。私たちを神様から引き離そうとする力は今も働きます。だからこそ忙しい中にも神様のもとに行って祈りたいと思います。祈るときに、ああ、私の人生の船にイエス様がおられるということを実感することができ、何があっても大丈夫だという確信が与えられます。不安が渦巻く中にも
かりとした平安を神様からいただいて、力強く神様と共に歩んでいきたいと思います。皆さんお一人お一人の今週の歩みの中に神の力が与えられますように。アメン。